皆さんこんにちは、クールチャンネルです。マリオメーカー、今日も遊んでいきたいと思います。今回は YouTube のコメント欄にいただいたコース遊んでいきたいと思います。コース募集してますので、皆様もよかったらどんどん送ってきてください。難易度少し難しいトラップ仕掛けの70秒スピラン、翔さんのコース、クリア率は 4.76%、 約 5% ですね。ベストクリアタイムは58秒。70秒スピランで、まあ、10秒ぐらいは余ってるんで、タイムは余裕があるみたい。トラップ仕掛けっていうのはどういうことだろう。ガンダムルース、今左側にも行けそうな気がした。あ、音楽がないんだ。音楽がないとちょっと寂しい気がするんだけど、これはこっちかな。迷路っぽくなってるスピランっていうことか。もう普通に行ったら多分こっちだと思う。土管の中に入って行ってお邪魔します。残り53秒。これ閉じ込め、あ、大丈夫か。閉じ込め、あれ、何やってんだろう。閉じ込めさんかなとか思ったけど、そんなこともない。イエーで、イライラ棒ステージ、スピランでイライラ棒が入ってくるとは思わなかった。できれば音楽が欲しかった。これじゃあとりあえず左、道なりに左に行ってみて、登って右、はい、ここはこのままでいいのかな。なんか喋る、あ、これ上ショートカットできそうでできないや。土管だ。スターを取って、こっち、はい。ん？上、あー、なんかこっち気がする。違う気がする。あ、でも、こっちでいい気もする。スター、大丈夫か？ん？ピンポーンだって。まさか、まさか？一発で突っ立ったりする？三段ジャンプが出ない。よいしょ。あー、怖い。止まっちゃった。残り3秒。よいしょ。でもこれ合ってるんじゃないかな。チビマリオでここに来た方が良さそうな気がするね。ちょっと待った。一応ここ左側見てみよう。左側何が待っているのか。これ絶対外れでしょ。分かってた。ここ詰まっちゃうな。よいしょ。これ土管にどっか入れたりするのかな。まあ、多分大丈夫だと思う。入れないと思う。で、このファイヤーは一応取っておく。入った方が後々楽になる。ここ多分1回ぐらい酔っちゃっても時間的には大丈夫なんじゃないかな。10秒残しでゴールしてる人がいたぐらいなんで。でもここら辺は急いでいかないとダメ。ここ右に行ったら多分行き止まりなんだろうな。さっきみたいに上来て、これタイムアタックするにはいいかもしれない。さて、残りが29秒。この辺でジャンプしてちょっとでも時間を稼ぐ。よいしょ。この辺でチビマリオになっておきたいような、なっておきたくないよな。ただこのバネを越えて土管に入る手前でチビになっておけばいいでしょう。よし、あと1回、あと1回ね。なんかわざとダメージ食らうのも悲しい気がするんだけど、残り13秒で3段ジャンプからの3段ジャンプ、いいね。のこのこを踏んで残り6秒、メットを踏んでゴール。いや、これ10秒残した人すごいわ。皆さんよかったらベストクリアタイムを狙ってみてください。ありがとうございました。次のコース遊んでいきましょう。お次はこちら、ナミさんのコース、注目コースからですね。迫り来る刃の屋敷、クリア率は 10%。 マリオ3のスキン久しぶりなんだけど、3は割と好き。3のスキンが割と好き。いや、そういう意味じゃないよ。うん、どういう意味だよ。これ結構ギリギリだね、タイミングね。よし、ピースイッチ踏んでいいのかな。踏んでみたけど、踏むとここの、よし、バウブロックを取れて鍵も取れて、踏まなきゃダメだったみたい。これ大丈夫だよね、下行ってね。走り抜けていく感じか。タイミングが重要と。よし、扉にお邪魔します。下手すると今の右側のテレサにもごっつん起こしたね。これは1ジャンプ？よっしゃー。これを取ったら閉じ込められるとか、そういうパターンもナッシング。イエイ。いや、割と簡単だったかな。うん、次のコース遊んでいきましょう。お次はこちらのコース、いいねランキングとても難しいの第2位ですね。ドロップゾーン、コールドさんって読むのかな。これはイギリスの方ですね。遊んでいきたいと思います。ゆいちゃんが好きそうなコースの匂いがするよ。やっぱりね、怖
こういうコースはゆういちゃんの独断上なんだよな。うん、ちゃんとね、住み分けをしたいからね、こういうコースは次からはゆういちゃんに任せる。何を言ってるんだ。ほらー、難しいんだってこういうの。ま、最初のうちはね、腕試しだから難しくはないんだろうけど、こう来て落ちてバネでほい、こっちまで来ていいんじゃないの。ここまで割とスムーズで来られてる気がするんだけど、ジャンプするとことジャンプしないところの差が、よし、土管に入れた。2回目でここまで来られちゃったわ。中間ポイントゲットして、まあ進んでいく。でも今のところも実は結構難しいですからね。もう一回やったらクリアできる自信はない。こっち来てこっち来て、同じリフトにどんどん乗っていく。ここまでなんか一発で来られちゃってるんだけど、来られちゃってるんだけど、いいんじゃない、このまま行っちゃおうよ。パウ叩いていいんじゃないの。ほい、乗って次は土管に入れる。おーし、すげえ、今のエリア一発で抜けてきた。信じらんない。とりあえず中間を取ってからそのジャックらしきものをもらっていく。まあ、まさかまさか2回目で全クリとかそんなことあるわけないね。ある、あーほらね。いや、ちょっとね、自分でもいけるんじゃないかなってドキドキしてた。あ、下からスタートか。そうかそうか。これならガリガリを抜けられるんだ。キノコないからどうするんだろうとか思ってたんだけども。よいしょ。突破してきたよ。ここはバニーを使ってこっちまで一気に大ジャンプ。オッケー。オッケー。タイミングがでもこれは取りやすいから助かるわ。こっち来て、登れなかったー。どうするんだ、ここはどうやって抜けるんだ。ゴールが見えてたんだけど、行き方が見えてない。ゴールは見えてるけど、行き方が見えてないっていうのは人生にはよくあることなんですよ。よいしょ、ここが一番難しいかな。さっきゴール手前まで行った感想ね。ここはダッシュでしょ。割と簡単。急ぐのかな。こうか。オーケー。クリア率の割には、でも割とあっさりクリアできたのかな。見てくれたかな、ゆいちゃん。さて、今日のラストはこちらのコース。多分演奏系のスピランなんじゃないかなと思う。何の音楽だか全然わかんないんだけど、コースのサムネとタイトルからそう判断してみた。そうですね、演奏スピランコースっぽいけど、どこに行けば、あ、スピランじゃないか。まあ、演奏系コースだと思うから、このまま進んでいこう。鍵をゲットして、パワーブロック一応持っていこうか、もう一個。いただいて、お邪魔します。多分土管には横の方は入れないでしょう。これでいいのかな？もう一個、パウ持ってきて、左側のドステンも倒しておくか。あ、なんか食らっちゃった。こっちもやっぱり鍵持ってるのね。で、このまま下に降りていく。ここはプロペラはもう必須なんだな、多分な。で、はい。こっち？これに入るってこと？で、いいの？いいんだよね。お邪魔しまーす。上に行く？これに乗ってれば多分勝手に連れてってくれるんじゃないかな？多分そうだと思う。よし、当たってる、当たってるね。よかった、鍵いっぱい持ってて。で、演奏は何なんだ？ピンクコインがいっぱい。上にもあるね。ここのもと。で、これで全部かな？よし。でも鍵はいっぱい持ってる。アナゴさんっぽく行ってみたかったけど。スター！スターとファイアスパクラウンを取って、ボン！ボン！いいね、爆発させていくよ。なんか爆発しなくてもいいのかもしれないけど。で、そこの土管に入るのね。よし、お邪魔しまーす。うん、いいのかな、入れないよね。あ、左下にも行けそうなところがあるけど、まあとりあえず普通にこっちに入ってみるか。で、土管、はい。いや、サンクスって言われてもまだ何にもやってないよ。あ、中間。
よし、ここ入らなきゃダメだったのかな。うわ危ねえ、嘘だー。で、この先上行きたい。これでどうよ、逃げ切った。よし、クッパを倒すのかな。とりあえずクッパを倒すよ。なんとかして倒せよ。ここにいたのにゴールがあるんだろう。よし、しかしこれはわからんって、マジでわからんって。まだ一匹も倒せない。そろそろ一匹くらい倒れたっていいんじゃよ。よし、何匹いるんだよこのクッパの野郎どもは。まるでクッパのバーゲンセールだよ。よいしょ、あ、ゴール発見。ゴールを発見したんだけど、ゴリ押しができるか。ゴリ押しできない。上から、よいしょ、上から倒す。あ、スター発見。よっしゃ、これでもう勝ったでしょ。勝ちゲームをした。結局何の演奏のコースだったのかが分かんなかったけど、思わぬところでやられしてしまったよ、畜生めい。さて、今日のラスト、今度こそラスト、こちらで終わりにしよう。ユイト Z さん、トリック満載、ドキドキなスピードラン80秒、ベストクリアタイムがジョンさんになってるんですけれど、こちらジョンさんの YouTube の動画で、なんて言うんだろう、裏ルートじゃないんだけど、ベストクリアタイム狙って達成した動画がアップされてますんで、よかったらジョンさんの動画も皆さん確認してみてください。とりあえずはどっちに行けばいいのかがわからない。こっちでいいのかな。実はね、ジョンさんの動画一回見てるんだけど、どっちに行けばいいのかが今一つわからなかったんでね。走っていっていい感じで、パウブロックを爆発させてくれないんかーい。で、今のは爆発させてくれるタイミングでしたよね。そうでしょ、畜生め、今何か落ちた。あそこにピーセンチがあった。壁キックで登っていって、こっちでいいのかな。ここは上、はい、上。確かね、ここも壁キックで登っていっていた気がする。動画内では走って落ちて、いいね。今のゲームくわ面白い。ドキドキ、デカマリオでのスピランって珍しいですよね。あれ、ダメージ食らうんかーい。早すぎると食らう。もうそれほど早くもなかったと思うけど、まあ、ここでキノコ補充できるから別にいいか。登っていって、詰まった。よいしょ、ちょっと今のミスは痛いな。まあ大丈夫でしょう、多分手の余裕があるんじゃないかなと思う。さっきはなんでこっちに来れなかった。あわーい。どういう動きだったんだ今のは。なんか違う気もするんだけど、まあとりあえず進めたからいいや。もう進める自信がないし、このまま行こう。これはここで使う。はい、どういうギミックだったんだ本当に。よいしょ、苦手なんだよ。今のとこ上も行けそうかな。とりあえずこのまま進んでみる。下くぐる、はい。おお、びっくりした、ついてこないんかーい。いいね、この丸々くぐりは割と好きよ。そしてここは暫定のファイヤー連打はあんまり意味がないんだけど、なんとなくしてみたい。でもファイヤーに倒せるときはあんまりいない。これね、右を引っ放しにしてないと結構玉環でやられちゃうことが多いんだよ。ほらね、残り12秒。三段ジャンプとかではないね。間に合って8秒7。ゴールかーい。なんか最近こうやってゴールの直前でドッキリさせられるコースが多い気がする。あー難しかった。途中のギミックが分かんなくてね、5、6回やられちゃった。クリア率下げちゃったかな、ごめんなさい。トリック満載、ドキドキなスピードラン、本当にトリックだらけだったよ。で、今日のマリオメーカー実況はこの辺りで終わりにしたいと思いますと。でって変かな、まあいいや、うん。それでは、次のマリオメーカー実況でお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。